I don't want two of you. 違うよ。ノリ悪いな。黙れ。はあ。ねえねえ。行くぞ。頼むべ。なんなの？なんなんだべ。It's not hero, damn it. ねえ。そうだ。He's not dead. But it's not, is it? Into hell we go.I really think it's Hifumi. I don't see any reason to think it's anyone else. Are are? Boy. All right. まずは学級裁判正しい苦労を指摘できれば苦労以外の全員がお仕置きされ、さてと、じゃあ最初は犯人はおろろろ、一連の殺人や死体消失が起きた際のアリバイがどう考えてもだから違うんだって。黙れこの人殺しめ。おめえに言われたかねえって。はがくれくん、残念ですが、あのコスプレ衣装、あの衣装の制作に使われたと思う。すべてあなたの部屋から見つかったものです。あなたがあの衣装を作り上げ、それを身にまとい、だから知らん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 。 Now あなたの部屋から見つかったこの設計図や部品が物語っています。あなたが犯人であるということをね。これは知らん。これは罠だ、陰謀だ。はがくれ、なんで殺したの？ちょっと待ってくれって。あなたの部屋から見つかったこの設計図や部品がもの、それは違う。その設計図ってさ、どういう、だってさ、これ見て、アルターエゴがなくなった時に葉が明らかに筆跡が違うよね。こっちの設計図とさ、確かに同一人物のものとは思う。筆跡を使い分けただけでしょ。いや、筆跡、そもそも筆跡を使い分けるなんて、じゃあ苗木は、葉隠れは犯人。苗木だけじゃない、俺も同じか。だったらあのジャスティスロ、葉隠れが言ったみたいに他の誰かが似たよ、例の不審者の正体。おい苗木、
ナエギ、答えてよ。The Illuminati。これだ。ハガクレ君、あの衣装は彼にしか着られない。間違いないな。言ってることおかしいじゃん。おかしくなどない。ハガクレは。ということはまさか。そう。今回の事件の犯人は。え？いや、メス入り。根拠はあるのですか？あの。もちろんだ。だが、はっきりさせておかねばならないことがある。まずはそれについては。ちょっと。物事には順序と。それで何なのだ。石丸の死体の運搬方法に。あいつの死体が運搬された際、どうだ、苗木。お前に。台車とビニールシートだよ。一応せ物理準備室から消えた石丸くんの彼の死体はビニールシートにくるまる。あのビニールシートって物理準備犯人が物理準備室から石丸くんの死体を死体の移動中に血痕を残ビニールシートの件はなんとなく分かっていた。それはね、最初に物理準備室で石丸くん死体が消えた後は、その後美術そこには死体と一緒に、つまり死体は台車によって運ばれますが、それは最初に物理準備室で石丸くんの死体、そもそもあの台車は美術室の彫像など、それが物理準備室にあったこと自体が不自然です。本当は最初から美術倉庫に。言われてしまったな、苗木。気にしないでください、苗木くん。あなたが勘違いキャラだというのはシュッ。 Hey, I've figured out things already. There's no need for you to judge me. Just keep that.勘違いですわ。賛同できません、おバカさん。痛い人。嘘は通用しません、上等ですわ。惨めですわね。賛同できません、おバカさん。
上等ですわ。勘違いですわ。賛同できません。おバカさん。に対して嘘は通用しません。上等ですわ。惨めですわね。賛同できません。これで証明するよ。あの台車が移動している根拠ならちゃんと、あ、僕が美術倉庫で台車を見つけたと、それと同じタイヤの跡が物理準備室の血だまりにも残ってたんだ。きっと犯人が物理準備室から死体を運び出す、それをそのまま美術倉庫まで移動、これが根拠だよ。まあいいだろう、所詮補足の話だ。そろそろ本題に。そうだ、ジャスティスロボが犯人じゃないって話。じゃあどんなロボなの？朝日奈よ。では話してやろう。例のそれは石丸の死体運搬の流れ。犯人は物理準備室で石丸を殺し、その死体を運んだのだったな。死体をビニールシートで包んで、それを台車に乗せて運んだんでしょ？あの台車は取っ手がなかったはずだ。でも取っ手なんかなくたって、腰をかがめた体勢になれば。それは違う。確かに腰をかがめて、してあんな衣装を着たままで。どういう意味？思い出してみてよ、あの衣装をみんなで確認した時。あの衣装を着てると足元が見えない上に。そうだったよね。そういえばそうだった。腰を曲げられないとなると、でしたら足で蹴って台車を転ぶ。足元が全く見えないんだよ、そんな状態で台車。足元見えないんじゃ無理だろ。よくわかんないけど。それにあの動きづらい衣装を着たまま死体をビニールシートで包むといった細かい作業が。死体を運ぶ時だけその衣装を脱げばいいって話じゃないの？死体運搬の時だけ衣装を脱いだとは。そうか、あの衣装本当に自力で脱げなかったの？嘘なんかじゃね。自力で脱げるんだったらあんな格好のままみんなの前に現れたりしないよ。そんなの自分から疑ってくれって。そうそうだべ。じゃあ本当なの？ジャスティスロボが。つまり台車で死体を運んだ犯人は。いえ、ちょっと待ってください。お忘れですか？皆さんもご覧になったでしょう。あの不審者が犯人ではないのなら、それに殺された山田くんだって証言していた。この事実がある限り、結論は許す。犯人は例の不審者、つまり葉隠れ君で間違いありませんわ。帰ってみましょう。うわ、めんどくせ。だが我らの命がかかっているのだ。それに事件が起きた時にいなかったキリギリちゃんへの説明では、もう一度さ、まずは今朝食堂に集まったのは、我と苗木と朝。いくら待っても他の者が来ないので、それがそこで手分けした直後から。その後朝日奈が3階の娯楽室でセレスを見つけ、私は不審者に襲われてから1時間ほど気を失っていた。つまり私が襲われたのは皆さんに発見される。
その際セレスが撮った画像によりジャスティスロボだったな。しかもそのジャスティスロボに不審者の捜索を始めた我らは、深川や我らは傷ついた山田を一家、そして セレスさんの目撃証言を聞いた僕らは、そしたらその今度は3階で不審者の姿を見たの。その直後、そこで僕らは、僕とセレスさんと朝比奈さんは、大神さんと戸上くんと深川さんが3階で不審、そして僕は戻った。そこで死体発見アナウンスが流れるのを聞いたんだ。そのことを伝えるためセレスさんと朝比奈さんを残して僕は再び、だがその時山田と石丸の死体が発見、我も石丸の死体を発見した直後、そこで僕は、そして僕たち3人は、だけど物理室を出た直後、遅れてやってきたセレスさんから、急いで戻った保健室には、直後気絶した深川を置き去りにした。今度は石丸の死体も消えてしまったのだ。我らはすぐに消えた。ふと、そしてしばらセレスから死体を見つけたと聞いた俺たち、そこで消え、これが一連の事件。なるほど、かなり複雑。これらを一連の連続した事件として考えても。だったらどうするの？連続した事件としてじゃなくて、それぞれを別々、そしてそこからこの事件の矛盾、早速始めましょう。そもそも石丸くんが殺されたのは山田くんより先だったのかしら、それとも後だったのかしら。二人の殺された順番なんて決まってるよ。石丸の方が後だよ。なぜそう思うのだ。ジャスティスハンマーの順番だよ。確か山田が3号のハンマーで殺され、石丸が4号のハンマーで殺されたんだったな。ほら、明らかに石丸の方が後じゃん。そもそも石丸くんが山田くんより、それともあと二人の殺された順番なんて決まってる。石丸の方が後だよ。なぜそう思うのだ。ジャスティスハンマーの順番だよ。しまった。そもそも石丸くんが山田くんより、それともあとだ。二人の殺された順番なんて決まってるよ。しまった。そもそも石丸くん、山田くんより、それとも後だった。二人の殺された順番なんて、石丸の方が後だよ。なぜそう思う。ジャスティスハンマーの順番、確か山田が3号、石丸が4号の、ほら明らかに石丸の方が後じゃん。そもそも石丸くんが殺、山田くんより先だ、それとも後だったのかしら。二人の殺された順番なんて決まってるよ。石丸の方が後だよ。なぜそう思うのだ。ジャスティスハンマーの順番だよ。確か山田が3号のハンマーで殺され、石丸が4号のハンマー、ほら明らかに石丸の方が後じゃん。そもそも石丸、山田くんより、それとも後、二人の殺された順番なんて決まってるよ。石丸の方が後だよ。なぜそう思うのだ。ジャスティスハンマーの順番だよ。確か山田が3号のハンマー、石丸が4号のハンマー、ほら明らかに石丸の方が後じゃん。そもそも石丸、山田くんより、それとも後、二人の殺された順番なんて決まってるよ。石丸の方が後だよ。なぜそう思う。ジャスティスハンマーの順番だよ。
もっと。Of course, now I'm messing up. そもそも石丸くんが殺されたのは山田くんより先だったのかしら、それとも後だったのかしら。二人の殺された順番なんて決まって、石丸の方が後。なぜそう思うのだ。ジャスティスハンマーの順番だよ。確か山田が3号のハンマーで殺され、石丸が4号のハンマー。ほら、明らかに石丸の方が後じゃん。そもそも石丸くんが殺されたのは山田くんより先だったのかしら、それとも後だったのかしら。二人の殺された順番なんて決まってるよ。石丸の方が後だよ。なぜそう思うのだ。ジャスティスハンマーの順番だよ。確か山田が3号のハンマーで、石丸が4号のハンマー。ほら、明らかに石丸の方が後じゃん。そもそも石丸くんが殺されたのが山田くんより先だったのかしら、それとも後だ。二人が殺された順番なんて決まってるよ。石丸の方が後だよ。なぜそう思うのだ。ジャスティスハンマーの順番だよ。 There we go. それは違う。 It only took like 2 minutes but いや、ジャスティスハンマーの順番が殺された順番とは限らない。というよりそれ自体が犯人の偽装工作だと考えられるんじゃないかな。あのジャスティスハンマーの番号が実際に殺された順番をだったら、その根拠。Yes, yes, I actually know this. Oh. First watch.6時過ぎ。おそらく犯人に襲われた際、しかも昨日の夜の時、つまりだが朝の6時。それに最初にセレスさんが襲われた際、石丸君の殺害は、それを僕たちはあのジャスティスハンマーのせいで事件が起きた順番を誤認。犯人がわざわざ凶器に番号を振って、事件がハンマーの番号通りに行われていると誤認させるため。しかも石丸くんの殺害時刻が朝6時過ぎだとすると、だって彼の事件が起きたのは私たちが。確かに。だが山田、そっか、確か山田が殺されて、から山田の悲鳴が聞こえた時、その後みんなで保健室。本当だ、アリバイが。わかった、悲鳴をラジカセに取っておいて。ラジカセなんてどこにあんの。知らん。適当なこと言わないでよ。ともかく山田の悲鳴が聞こえ、つまりあの場にいた我らに。不可能なのは山田くんの殺害に限ったことでは。保健室から山田くんの死体が来、私と朝比奈さんは一緒にトイレにいましたし、それに物理準備室からあの時私たちは山田くんの死体消失。私だけはずーっと物理準備室。じゃあジェノサイダーなら石丸っちの死体を運ぶ。石丸の死体運搬が可能でも、保健室、山田の死体がなくなった時もそいつは物理準備室で倒れていた。どっちもやってませんけどね。つまり山田くんの殺害もその後の逆に、それらが可能だったのは姿。キリギリさん、このまま誰がやったかを話し合っていても話がどうだったら、誰がじゃなくて特に山田くんの死体運搬。そうなんだよね。いく、しかもセレス、彼の死体はセレスさんと朝比奈さんが目を離す。でもそんな短い時間で。どう考えても。その不可能を可能にする方法があると言ったら。え、
ど死体自身に移動してもらえば。え、死体が勝った。オカルト話がしたいわけじゃないだろう。そう、死んだと思われていた山田が実生きてた。山田は保健室から運ばれたわけではなく。じゃあ私たちが保健死んだふりという。そんなことありえませんわ。最初に保健室で見つけた時の山田は生きていた可能性があるということか。いいえ、そんなはずありません。あの時の山田君は間違いなく死んでいましたわ。どうして断言できるの。あなたも死体発見アナウンスを聞いたでしょう。あれは山田君の死体を発見したからこそ流されたアナウンスのはずですわよ。本当にそうかしら。別の誰かの死体に対するアナウンスだったのかも。最初に保健室で見つけた時の山田は生きていた可能性があるということ。いいえ、あの時の山田くん。どうして断言。あなたの死体発見アナウンス。あれは山田くんの死体を発見したからこそ流されたアナウンス。本当にそう。別の誰かの死体に対するアナウンスだったの。最初に保健室で見つけた時の山田は生きていた可能性があるということか。いいえ、そんなはずある。あの時の山田くんは。どうして断言で。あなたの死体発見アナウンスを聞いたでしょ。あれは山田くんの死体を発見したから。それは違う。あの時の死体発見アナウンスって当然ですわ。だって山田くんの死体を。でもそれは石丸くんの死体を発見。その通りだ。俺たちは石丸の死。つまり僕たち石丸くんの死体発見アナウンスを。そもそも死体が2つ見つかったのであれば、モノクマが横着して1回にまとめて。その点に関してはどうな。とってもセンシティブな問題だ。そもそも死体3人以上の人間がその死体。答えになってないべ。俺らは横着した。いや、今死体を最初に発見した時だけ流れるということは、同じ死体を何度発見しようとも死体発見アナウンスは長だとすると、あの時は。あの時って僕たちは今回の一連の事件。これだ。2回目の死体発見アナウンスを聞いて、時はアナウンスにまで気が回らなかったけど、これってもの。死体を最初に発見した時だけ流れるのなら、じゃあやっぱり僕らが二人の死体を再発見した時、実は初めて発見された状態だ。つまり最初に保健室で我らが本当の意味であいつの死体を発見したのは。だけどそれだけじゃないん。保健室の山田君が生きていたと考え。その根拠、あいつは死んだふりが上手だ。その程度のことは根拠とは。やはり彼が生きていた根拠なんて存在すると。だったらもう一度山田君の死体の状況について振り返ってみましょう。そうすれば無駄だと思います。最初に山田の死体を見つけたのは保健室だったよね。でも私とセレスちゃんがトイレに行ってる間に死体は消えちゃったんだよ。そして次にその死体が発見されたのは美術倉庫だったな。移動前の彼の死体と移動後の彼の死体、体勢が変わった以外に。しまった。
最初に山田の死体を見つけたのは保健室だったよね。でも私とそれ死体は消えちゃったんだよ。そして次にその死体が発見、美術倉庫だったな。移動前の彼の死体と移動後の彼の死体、体勢が変わった以外に特に違いはありませんでしたわ。それは違う。保健室の山田君と山田君も、そしてそれが詳しい話を聞かせ、最初に保健室で山田君、美術倉庫で死体を、山田君のメガネは、しかもメガネの血を、これだ。保健室のゴミ箱から見つかった、ここに付着した血痕を見てもらえば、山田くんのメガネの血が、しかもこのメガネ拭きのキャラ、山田くんが持ち込んだデジカメとさ、下道天使もちもちプリンセスのプリンセスブーコ、こんなメガネ拭きを持ってたのって山田くん。この中でメガネをかけているのは、俺はそんな安物は使わん。私のメガネ拭きはティッシュで十分よ。だとすると間違いないよ。うんうん、つまり山田くんのメガネについてた血が、だからといって誰が自分でもさ、メガネをきれいに、それもそうだってことはやっぱり、だとすると保健室で見つかって、そこで死んだふりをしていた彼はメガネに自らの足で、どう、それなら可能でしょう。不可能に。でもさ、保健室に、じゃあ、あの血ってな、保健室の冷蔵庫に輸血用の血液が、きっと死んだふりをするとき大げさに血をぶち、そんで後でメガネを拭くはめになったのよ。ヒーフミンたらおまぬけさんね。それに山田くんが生きていたとすると、誰が彼の死体を運んだか、これだ。山田くんことだよね。俺たちが保健室に集まっている隙に、そうなると美術倉庫の鍵、二人の死体が消えちゃった後、みんなで死体の捜索をすることになる。その時私とさくらちゃんはそうしたらね、しかも美術倉庫の、つまり朝比奈さんたちが美術倉庫に、それが石丸の死体を発、彼が死んだふりをすることでみんなを欺き、その隙に、つまり山田くんは単なる被害者じゃなく、だ、そんな信じられないならもう一つの根拠、まだ、山田くんが事件に、苗木くんは分かっているわよね、彼が被害者の石丸、これだ。キリキリさんが言ってるのって隠し、死んだ山田くんが、あいつの、パンツに、パンツか、パンツは置いといてさ、メモの中、あ、俺が言ってたメモってこれだべって、あれ、モノクマに感づかれるとまずいからみんなに内緒で、そうなんだ、このメモはハガクレ、まったく別、つまりハガクレク、犯人に呼び出されたもう一人の人物、おそらくその人物はこれだ。このメモで犯人に呼び出されたのは、このさ、イギャルよくわかんねんけど、そのメモって、だったらそのメモで呼び出されたのも、キヨタ、キヨタンが石丸で、ヒフミンが、ダリメだろがいちいち解説すんな。そのメモはヒフミンが持ってたんでしょ。じゃあそのメモで呼び出されたのも当然ヒフミンだろうがよ。
そのメモの内容をよく思い出して。メモにあった集合時間は何時だったかしら。早朝6時だったな。何時に呼び出されてようが、そんなにキュータンとは関係ねえ。それは違う。いや、関係あるはずだよ。何を抜かすか。このメモの呼び出し時間は早朝6時。この腕時計が示している通りね。それだけじゃないよ。このメモの集合場所、物理準備室に集合ってある。そうか。つまり石丸君はこのメモで、これって十分な根拠って言えるんじゃない。なるほど、そういうことなら行きなし。じゃあ石丸っちは俺と同じように極悪非道。でもさ、どうして山田は石丸しかもパンツに。それはきっと山田君が死んだ石え、奪い取った。その根拠は何だ、言ってみろ。これだ。死んだ石丸君の手には、僕の考えに間違いがないなら思った通りだ。じゃあ石丸が握ってた小さな紙切れって。もう石丸君に渡されたはずのメモを山田君が持っていて、この状況に説明をつけられるかな。石丸はメモを握りしめたまま死んだ。その際、やそういうことか。だとすると山田はそのメモ、それが根拠になるのか。なるほど、これだけの材料が揃えば間違いないべ。というか犯人は山田っちだべ。いや、それはないよ。技術倉庫で見つけた山田君は確かに死んでたはずだよ。あの時流れた2回目の死体発…じゃあ山田は誰？真犯人というとこ。殺害現場は死体が発見された美術倉庫でしょうね。ではあいつは石丸の死体消失。その間俺たちは手分けして消えた死体の捜索をしていたはずだ。つまり俺たち全員のアリバイがない。でも私とさくらちゃんは一緒だったよ。誰気なくアピってんじゃねえぞこのすっとこ。誰がすっとこ落とせよ。つうか殺された時間帯もそうだけど、もっと気になることがあんべ。もっと気になること。山田っちはどんな凶器で。凶器だってよ、モノクマファイルによると、石丸っちと山田っちは同じような凶器で同じように。でもよ、3号のハンマーも4号のハンマーも保険し、山田っちが美術倉庫で殺されたってことは、犯人はどっちかの部屋からハンマーを持ち、またその部屋にハンマーを戻した。でもよ、それって危険すぎねえか。こいつは驚いたな。お前の頭蓋骨の中にも脳みそがギュンギュンに詰まってるべ。だが葉隠れの言う通りだ。モノクマファイルによると3号と4号のハンマーが。では犯人はそれらのハンマーをどうやって持ち運んだのでしょう。見当もつきませんわね。じゃあ1号とか2号のハンマーは。あれだってそれぞれの部屋に置き去りのままだし、そもそもそれ以外の凶器という可能。それ以外の凶器なんてありえねえ。だったら山田を殺した凶器はジャスティスハンマー3号なのか、ジャスティスハンマー4号なのか。どちらにしても犯人はどのようにしてそれらの凶器を持ち運んだのでしょうね。しかも誰にも目撃されることなく。今明らかになるジャスティスハンマー5号、詳細はウェブで。とりあえずはっきりしてんのはどっちかのハンマーが凶器ってことだけか。それは違う。やっぱり凶器はジャスティス。けど別…技術倉庫のハンマーだよ。
犯人は、それに美術倉庫に残されたハンマーはそのうちの一つだけがなぜか綺麗に現れてた。きっとそのハンマーが現れたのは、犯人は凶器に付着した血痕を洗い流すためにわざわざハンマーを洗ったんじゃないかな。しかも美術倉庫の壁にはそのうちのいくつかは歯抜けになってたんだ。ジャスティスハンマー自体もここのハンマーを元にして作られる。であれば同じような凶器という条件も。では山田は石丸の死体を美術倉庫まで運んだ直後、それをやったのが真犯人、山田と共犯者。ちょっと待ってください。共犯者とだってこの学園生活における卒業の、つまり共犯者の可能性はありえない。ここでのルールでは、共犯したところで生き延びることができるのは殺しを実行した一人だけのはず。とすると共犯者の可能性はありませんわ。確かにそうだったな。だけどそれは事件が一つだった場合でしょ。今回起きた事件は二つだったのね。ここでのルール、共犯したところで殺しを実行した一人だけのはず。とすると共犯者の、それは違う。でも今回は2つの事件が起きてたんだ。どういう意味だ。共犯者の存在が考えられないのは当然よね。一つの事件で助かるのが一人だけなら天秤作用、その仕事と釣り合う額の報酬、殺人を手伝っても助からないんだった。でも逆にその天秤作用さえ成立すれば、二人の犯人が二つの殺人を、真犯人はその計画を山田くんに持ちかけたのよ。おそらく最初に石丸くんを殺したのは山田、先に彼に殺人を起こさせ逃げられなくした上、つまり今回の事件、二人の犯人が起こした二つの事件だったの。それが一連の連続殺人に見えたのは、顔を隠した不審者、似た一連の犯行が同一犯によって行われていると。犯人はその計画を共犯者に持ちかけ、そして最後にその共犯者を殺すことで一番の懸念材料をも。となると山田を裏切ったのも当初からの計画通りだったんだろうな。何なのその計画って。そうか、なかなかよくできた計画じゃないか。共犯者の存在が成り立つことは分かったが、ではそれが問題だな。これが僕の答えだ。セレスさん、私が怪しい嫌ですわ。冗談、それでは私と山田くんが、そんな、私と山田くんが組んでいたなんて。そんなことあるわけねえだろ、クソボケが失礼しましたな。言っておくが根拠もあるぞ。根拠？そうだ、今回の一連の事件において、それが根拠になるんだよ。お前らが組んでいたことのな。これだ。山田君とスレッさんだけが共通、例の不審者ジャスティスロボを目撃し、でしゃばるな。苗木の言う通り、
例の不審者を目撃、その山田が犯人の一人であれば、もう一方のセレスの全て嘘ってこと？図書室で怪我をした山田を保健室に連れて行った後、俺たちその直後のセレスの言葉、あの証言があったからこそ、そこでセレスは3階で悲鳴を、あの時悲鳴を聞きつけて3階に集まった、そうやって俺たちを物理室に、もう一人の相方の出番、あれは私たちを二手に分かれさせて同時に死体を発、現に二手に分かれようと提案した、どうだ、セレスと山田が組んでいると仮定した途端、付け加えて言えばその前、ドキャー、あれには自分は予定通り3階までたどり着いた、悲鳴を、だからこそあんな校内全、それに保健室で死んだふりをしてた山田君を発見した時、あの時最初に殺されたと言った、そうやって言うことで山田君は死んだんだと、そんな信じ、朝比奈さんは山田君の死体が消えた時、うん、私の気分が悪かったから、じゃあ朝比奈さんを気遣ったわけじゃなくて、山田君を保健室から、どれもこれも一つずつでは小さなことだが、そう思わないか、さあ何のことでしょう、とぼけても無駄だ、お前は決定的なミス、最初にあれを聞いた時はさほど、今となってははっきりと言える、何の、山田の死体消失を聞いた俺たちが保健室に戻った、その言葉なら我も聞いていたが、それの何、いいか、物理準備室で石丸、その後遅れてきた苗木から山田殺害の件を聞き、俺と大神は、そして廊下に出たところでセレスと会い、その間俺たちは石丸の死については一切、そう考えるとセレスのあの発言だの不自然だの、おいセレス、みんなが困ってるぞ、みん、お前が犯人じゃないなら、私の発言はこうでした。まるで楽しんでいるようですわね。私たちが怯え混乱するのを見て。楽しんでいるようですわ。このままだと全員殺されてしまいます。彼らのように殺されてしまいます。私の発言、まるで楽しい、私たちが怯え、こん、楽しんでいる、このままだと彼らのように殺す、以上でしたわ。これで分かっただろう、セレスの発言の不自然な点が、私の発、まるで楽しい、私たちが怯え、こん、楽しんでいる、このままだと彼らのように殺さ、それは違うよ、そうだ、彼らのように殺されるなんて、だってあの時僕らはまだセレスさんに石丸君の件を伝えてなかったはずだよ、しかも俺たちがセレスと会ったのは廊下に出た後のことだ、つまり
そいつには物理準備室の死体を見、それなのにセレスさんは殺されたのは一人じゃなくて彼ら。だってあの時はキリギリさんも皆さん想像、想像だ。先ほどあなた方はおっしゃってでしたら、この画像、不審者が山田君を連れ去って、それも捏造だろ。セレスッチがあの衣装を着て、そんでデジカメのタイマーを使って撮影。お忘れですか、あの衣装は葉隠れ君にしか着られないはずで、それにこのデジカメには、つまり不審者が山田君を連れ去ったというのは私の証言が全て嘘だと。そもそもその画像って本当にどういう意味ですか。不審者が山田君を連れ去ったわけじゃなくて、他の可能性なんて。Some of these options. これだ。あれは不審者が山田君を連れ去ってる画像じゃなくて、山田君の方が不審者を連れ去った。そう考えられるはずよ。あの画像で連れ去られていたのは山田君の方ではなく、それを私たちが勘違いしていただけなのかも。山田君の方、あの怪しい衣装も私たちに勘違い、あんな衣装を着ている人物を見たらだ、そうやって俺の寝てる間にそんなわけないじゃありませんか。山田君の方が不審者を連れ、ありえない。でしたらお教えしましょうか。気絶した俺にあの衣装を着させて山田っちに運ばせたんだな。そうやって俺を容疑者に仕立て上げたんだな。ですからそれはありえないんです。この画像では不審者の背筋が伸びています。中にいるのが気絶した人間ならそんな姿勢を取れるわけがありません。じゃあやっぱ犯人は占いバカだ。なんでそうなんだべ。気絶した俺にあの衣装を着させて山田っちに運ばせたんだな。そうやって俺を容疑者に。ですからそれはこの画像では不審者の背筋が伸び、中にいるのが気絶した人間ならそんな姿勢を取れるわけがあります。それは違う。いや、中の人が気絶、あのジャスティスロボの衣装にあったある特徴。そうだ、あの衣装ってそもそも本当に最初からこの画像をでっち上げるために。セレスさんたちはそんな特徴があるあの画像をでっち上げたんだよ。あの不審者の存在を僕たちに信じ込ませるためにね。どうやらチェックメイトのよう。チェック。ふざけてんじゃねえぞこのダーボ。どうしても私を犯人に仕立て上げたいらしい。お忘れですか、山田君が。犯人の名前を聞かれた山田君は、犯人は安、つまりはが、俺は安弘なんて名前じゃねえって。実はタラスケ。そういうわけのわからぬ嘘をつくから話だけど、山田君が言った安弘って
本当に。てめえ何言ってんだ。ヤクザキリキリさん、思い出してみて。山田君、彼は私たちのことをどんな風に呼んでいたかしら。これだ。そうだ、フルネーム。例えば苗木誠殿の具合にね。だから山田君が葉隠君を名指しするつもりなら。たまたまですわ。その時だけ。たまたま。黙ってろ。たった一回の偶然がその時なんて、随分とつありえないわ。山田君はいつものように振ったけど、その途中で力尽きてしまった。さあ山田君が示そうだが、そんな名前の人物など。いや、ちょっと待って。今まで本名を明かしていない。なですと。言いがかりもそこまで来ると笑えますわね。おい、適当なこと言わないでくださる。私が康弘なんてダセ名字のねえだろうが。チャンギルズだったら教えてよ。よし、耳の穴。私の本名はセレスティア・ルーデンベルク。何度も同じことを言わせん。山田君が示そうとしたのは、名字が康弘の人物だったはず。この中に康弘って名字の人がいるとしたら、本名を明かしていないセレスだろうな。だから何度も言ってますように、私の名前はセレスティア・ルーデンベルクなんだよ。いつまで言い張ってるつもりだ。言い張るも何も、それが真実ですわ。それを確かめる方法がない。むしろそれは違う。そうだ、電子生徒手帳。確か電子生徒手帳って最初にモノクマも言ってたはずだよ。つまり電子セレスさんの本名。プライバシー。セレスさん、そろそろ本当のことを。私は大手されたとしても、飽きた。だって完全に決着するまでは何があるかは。だったらもう一度最初から事件を振り返って、それで終わりにさせるよ。 What did I say before again exactly?Every character I like seems to die. And then I said shortly after that that I like her. Seems about right. Why is this here?
I'm pretty sure I had hits before. I just didn't really use them. Oh, I see. I guess it's just to make things easier. これが事件の全貌だよ。 犯人は今回の犯行。 Oh, I see. I changed the method. I see where I messed up. Glad I have lives to spare. これが事件の全貌だよ。 犯人は今回の。 これが事件の全貌だよ。 Unless it's potato chips, but 犯人は今回。 Okay. 山田君だよ。 犯人を。 Yep. 彼らはまず 昨日の深夜1時に 呼び出されたのは、 犯人たちは葉隠君を容疑者にでっち上げるために、 そして眠らせた葉隠。 山田君はジャスティスロボに捕まっているよう、 犯人はそれをデジカメで撮影したんだ。 葉隠君を不審者、 つまりその後犯人たちは眠ったまま。 そして午前6時、 彼らは物理準備室に石丸君を呼び出。そこで石丸君は山田君。その時使われた凶器が物理準備室。最初の殺人なのに4号のハンマーが使われたのは、その次に犯人と山田。彼らはそこで被害者になりすました。1件目の偽装は、 そこで犯人はジャスティスハンマー1号、その襲撃事件後、そして2件目の偽装、傷ついた山田君とジャスティス、こうして2件の襲撃事件、謎の不審者がハンマーを大きくしながら、そして、それを信じ、その時山田君だけを保険。それは山田君の狙い、冷蔵庫にあった輸血パックと、 自ら死体を演じたんだ。自分が殺された。そして山田君の悲鳴を聞いて戻ってきた僕らは、それを発見。しかもその時物理準備室では石丸君の死体が発見されてた。そしてそこで流れた死体発見アナウンスのせいで、僕らは
こうして僕らを騙した山田くんは保健室から抜け出したんだ。その後山田くんの死体が消えたと知った僕らは慌てて保健その隙をつき、今度は物理準備室に忍び込んだ山田くんは、石丸くんの死体をビニールシートで包む。これが死体消失事件の真相。山田くんは知らなかったんだ。本当の結末、それは共犯者の現場である美術倉庫にあったハンマーでね。これが今回の事件の全てだよ。言葉を聞いたのはいつ以来で、重い言葉ですわね。認めるんだね、君が犯人だってこと。嫌ですわ。セレスティア・ルーデンベルク安弘太鼓でいいですわ。安弘太鼓、ようやく認めたか。負けを宣告されてあがくほど。そうか。Easy to get A's in these, isn't it? Monokuma-san? Ie? Owarasete kudasaru? Homo, homo! Omachi kane no tohyo te wa omae ra wa. Sate, tohyo sono kotae wa seikai na no ka?Maybe I'll replay through on a harder difficulty later on. Nanto! Ja-jaan! Mattaku. Yappari.じゃあ、Why should I do it in hard? うん。はにゃにゃ。ちょっと。ショボーン。つまり。ええ、なるほどね。Not gonna lie, I could have probably been tricked the same way. I probably wouldn't let my guard down like you did, but. 実は。よろしいですか?それでは、Lying to you? Oh, never. Ah!
せねえ。そんな、はい、実は、なんと、ええ、絶対許せねえ。まったく。As much as I hate Hifumi, 僕が彼女を救ってみせる。Me, 実は、You're just a lot more oblivious. Hi. なるほどな。ええ。ゲイドよ。よろしいですか？それはどうでしょう。どうして、何なの。ゲイドよ。ビチグソゲー、ほらビチグソゲー。いいですわね。まったく、私素敵ですわ。いいですわね。仕方がありませんわね。最低。あら、わかりですか？何それ？そうですわね。ですわ。おいおい。
とき。スペシャルな、押しては、張り切って。最後に、キリギリさんにこ、え？あれは、果たして希望なのでしょうか。だからこそ、いえ。それでは、また来世でお会いしましょう。エクストリーム、しょうがないな。出してくれ。残念。イライラ。じゃあ、あなたは。ねえ。あわわ、ドキドキ。もじもじ。それは…え？おい。ええ。ねえ。なんだ。それは…おい。なんだ。じゃあな。では。おう。行きましょうか。じゃあ。
あなたも。だけど。え？ええ。そうね。いいわ。そう。Well then. お前どういうつもり？答えろよ。僕に逆らおう。約束が違うじゃ。我は決めたのだ。もう引かぬ。もうこび。我は決心した。お前と。でもさ、そんなことして忘れちゃったわけ。人質の結果。That was surprising.
Okay. Dirty. I'll stop the broadcast here and continue shortly. Because I'm hitting almost an hour and a half now. So...